57.4 ってことはないよ。こんなことはないよ。 57.4 キロって今俺さ、ダイエット始めました。4月13日までに 53.5 キログラムになります。4月1日体重 52.7 キログラム、体脂肪率 24.6%、 ウエスト 64.8 センチです。朝食は白米、赤ガブの味噌汁、クリームコロッケ、無限豆苗、チーズ入り卵焼き、イカ昆布です。この無限豆苗はね、無限キャベツっていう商品の姉妹品なんだけど、無限キャベツが好きでよく買うんだよ。だから無限豆苗も買ってみたんだけど、ちょっとチーズ風味っていうか悪くないけど、俺は無限キャベツの方がリピートしたいっていう感じだった。夜はチョコレートを食べたくなって、ゼロチョコレートこれね1箱食っちゃいました。あとねコーヒーを2杯飲みました。1日でコーヒーを2杯飲むことなんてめったとないんだけど、今日はねなんか疲れてたのかこういうのが欲しくなっちゃったね。4月2日、体重は 52.6kg、 体脂肪率は 24.0%、 ウエストは 65.2cm です。朝食は白米、豆腐の味噌汁、鶏の唐揚げ、無限キャベツ、蒸し豆、イカ昆布です。ああこれこれ、無限キャベツこれね美味しいよ、おすすめ。お昼はコーヒーを飲んで、夜はねカントリーマンも3つ食べました。体重がね52キロ台になったんで、お菓子食べるのがそんなに怖くなくなってきたね。4月3日体重は 52.7kg、 体脂肪率は 24.8%、 ウエストは 64.8cm です。朝食は五穀米、玉ねぎの味噌汁、鶏の唐揚げ、これは昨日の残りだね、レタスのサラダ、きゅうりのカシューナッツ炒め、かぼちゃの煮物です。かぼちゃの煮物はねちょっと辛かったな。きゅうりのカシューナッツ炒めは時々これ家で食べるんだけど、俺ねきゅうり食べられないんだけど、火入れると食べれるんで時々こうやって食べてます。夜はチーズケーキプリンを食べました。あとねちょっとねお酒飲みたくなって1本飲みました。家で飲むことって俺少ないんだけど、最近ね仕事がもう忙しくって、なんかねこの日はね飲みたくなって珍しく飲みました。このスミノフ瓶がかっこいいよね。味も美味しいです、おすすめ。4月4日体重は 53.2kg、 体脂肪率は 24.4%、 ウエストは 65.2cm です。昨日の夜ねお酒1本飲んだせいかちょっと体重が増えちゃったね。やっぱ夜のお酒って太るんだね。朝食は白米、豆苗とソーセージの炒め物、ネギの味噌汁、イカ昆布、卵焼き、レタスとブロッコリーのサラダです。昼はねチョコレートケーキを食べました。夜はドライフルーツマンゴーと板チョコを食べました。最近ちょっと甘いものが増えてきたけども、もうすでに目標体重より低くなってるんで、甘いの食べるのに罪悪感感じなくなってきたね、まあ、油断は大敵だけど。4月5日体重は 53.1kg、 体脂肪率は 24.9%、ウエストは 65.3cm です。朝は焼きそばを食べました、まあ、これは全然ダイエット食じゃないよね、ジャングフードだけど、でも焼きそば食べたくなって2人前食べました。いやパックの1人前って足りなくね、誰を基準に1人前にしてんだっていう。俺はねこういうのは2人前が1人前と思ってるんで2人前食べました。お昼はオレンジジュースとブラックサンダーのミニッツ食べました。4月6日体重は 53.2kg、 体脂肪率は 24.8%、 ウエストは 66.0cm です。朝食は白米、ハンバーグ、玉ねぎの味噌汁、キャベツの千切り、ゆでブロッコリー、パプリカ、飲むヨーグルトです。最近ね飲むヨーグルトを飲んでなかったんで飲まなきゃと思って飲みました。夜はコーヒーだけです。4月7日体重は 52.8kg、 体脂肪率は 25.3%、 ウエストは 65.0cm です。朝食は五穀米、サバの塩焼き、豆腐の味噌汁、チーズ入り卵焼き、キャベツの千切り、パプリカ、イカ昆布です。昨日ねお肉食べたんで今日は魚が食べたいなと思ってサバにしました。お昼はコーヒーを1杯、そして夜はちっちゃいミルクチョコレート、これを5つ食べました。4月8日 52.5kg、 体脂肪率は24.4%、 ウエスト 65.0cm です。ちょっと痩せすぎかな、ちょっとね体重増やさなきゃいけないね。あんまり急激に体重が落ちると病気になっちゃうんで、ちょっとね体重増やしたいなと思います。今朝は YouTube ライブでマクドナルドのハンバーガーを食べました。体重がねかなり減ってきたんで躊躇なくマクドナルドを食べました。お腹すいた、みんなも食べて、今売ってるから。うん、今回は照り焼きじゃないんだよね、うん、そうだね、炙り醤油風、うん、チラチーズより俺玉ねぎががっつりくるのが、うんうん、うまいか
うまいよ、うまいかって男の人に聞き方で、うまいか、うまいよ、おいしい、おいしいね、おいしい、おいしい、時々野菜生活100を飲んでもいい。これはトシさんのトマトジュース、トマトジュース、あー、お野菜、野菜生活、野菜がないんで。昼間は飲むヨーグルト飲みました。でまた夜に飲むヨーグルト、ブルーベリー味、これを飲みました。4月9日、体重は 52.9kg。 あ、これでも53いかなかったんだね。昨日マクドナルド食べたんだけど、体脂肪率は 24.4%、 ウエストは 65.0cm です。朝食は白米、きゅうりとカシューナッツの炒め物、豆腐の味噌汁、キャベツの千切り、ゆでブロッコリー、イカ昆布です。最近イカ昆布ばかり食ってんね。生タイプのふりかけなんで、一回口開けたら早く食べきらないといけないと思ってこればっか食ってます。で今日は近所の神社まで歩いて運動してきました。もうね、ジムがコロナで閉まっちゃって通えないんで、最近仕事が忙しくって全然家の外出てないんで、ちょっとこれじゃいけないなと思って今日はね、神社まで歩いてきました。帰ってからイロハスレモン1本飲みました。4月10日、体重は 53.0kg、 体脂肪率は 24.1%、 ウエストは 65.0cm です。朝食は味噌煮込みうどん、これを食べました。もちろん2人前です。これ1袋1人前とか売ってるけど、俺信じてないから。あの1人前は2人前ぐらい合わせてようやく1人前だと思ってるんで、俺は2玉食いました。美味しかった、すごく。お昼はどら焼きを食べました。夜はね、視聴者さんからプレゼントしてもらった高級な顔パックの、これなんていうの、マスクっていうのか、これをねして寝ましたよ。今日は肌の疲れを感じてたんで女子力高いでしょ。せっかくね、視聴者さんからもらったんで。そして4月11日、体重は 53.4kg、 体脂肪率は 25.3%、ウエストは 65.1cm です。で目標の日は4月13日なので、あと2日あるんだけども、今日からね、俺仕事でちょっと連続して出かけることになったんで、動画を作ってる時間がないから11日で終了としたいと思います。最後の方ね、体重が 52kg 台っていう数字が出てきたので、まあ、目標達成と言ってもいいかと思います。で最初の方に占ったこれですよ、タロット、まあ、俺はね占い師でもあるんで、占いの結果が気になるんだけど、まあ、みんな忘れてるかもしれないけどね、俺はこれがすごい気になってて、まあ、このタロットの暗示では、今のままではあなたはダイエット失敗しますよっていう意味が出たんだけど、まあ、丸い占い結果っていうのは外すためにあるので、こっから占いの話になっちゃうけども、悪い占い結果がね出た時は、あなたの未来がそんな風に不幸になりますよっていう風に受け取られるんじゃなくって、そうならないためにはどうしたらいいかって対策を考えたりとか、被害を最小限に抑えるために占いっていうのはあるのね。これが未来を予知するっていうことなのね。で俺はこのタロットカードのメッセージを読み取って、ちゃんとウエストを測り続けたりとか、バランスの取れた食事を取ることでダイエット成功させることができました。タロットカードの教えを守ってよかったです。タロットカードさん、ありがとう。ダイエット最終的に 53.4kg ということで、目標の 53.5kg を達成しました。イエーイ。だけど俺的にね、最後の方はね、仕事がすげえ忙しかったのね。コロナでジムが閉鎖されて、大した運動もしてないのに体重が減っていったから、あんまり健康的な痩せ方をしてないなっていうのが俺だ。数字的には目標達成できたけど、どっちかっていうと筋肉が痩せちゃったのかなって思ってる。まあでも一応はね、まあ、数字上達成することできたし、こういう動画を作ってなかったら俺もっとジャンクフードとかお菓子とかいっぱい食べたと思うんでね。またね、この動画をねやめたことで体重増えると思うんだけど、まあ、そうなっていたらまたこういう食事制限の動画を作ろうと思います。とりあえず目標達成ということで、お付き合いいただいてありがとうございます。これからもね、ハイドチャンネルの動画をいろいろ続けて見てください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。